ドラえもんとクレヨンしんちゃんを見ているみんな、新日本プレス100年に一人の逸材、棚橋博史です。入場曲は何？今使ってる入場曲はラブ&エナジーなんですけども、入場と同時にゴーエースって、ね、こうみんなで盛り上がる曲なんでね、気に入って使ってるんですけども、チャンピオンになってその入場曲に曲をつけたいと思います。この後8時からはプロレス、お楽しみに。